六口島は岡山県倉敷市にある島である。下津以降の南西沖約2キロメートルの海上にある有人島。高橋川川口の東南に方向にあたり、北側には農地諸島、北西には網代諸島、水島群島、西方向には笠岡諸島、そして南側には渋枠諸島が隣接するようにある。島の周囲は約5 9キロメートル、海抜は、 約140メートルで、面積は1.09平方キロメートルである。地形は急旬で、山林の多くは、国有林である。松が生い茂っているのが、特徴的である。2015年4月時点の人口は8名。当名は、島に6つの谷があることにちなむ。江戸時代、一時期備前岡山藩の馬会場となり、その在番者の三個があるのみであった。その後、 明治までに2個に減少したが、その後は5個まで増加した。戦後に入植者が増加し、高地が開発された。現在までに観光ホテルやキャンプ場、海水浴場なども建設され、観光が主要産業となった。なお、水道は井戸水を使用している。西岸に象岸と呼ばれる象の形をした奇岩があり、国の天然記念物に指定されている。なお、住所表記は、 小島通り制となる。かつては、下水井に属していたこともある。く島同様に、小島諸島の一部とされることもある。島への定期船はないため、下津井港などからチャーター便を利用する必要がある。なお、夏季海水浴シーズンには、下津井港から船便が運航される。ありがとうございます。